疲れ様です。理学療法士が世にあふれている健康器具をレビューしていく動画、ボン&マッスルズボンマスです。今回は激安通販でおなじみのテムでマッサージガンを購入しましたので、そちらのレビューをしていきたいと思います。概要欄にメールアドレスを記載しておきますので、ご意見、ご要望、誹謗中傷等々ありましたら、タイトルにボンマスとつけてメールをください。それじゃあまずこちらが届いたものなんですが、中国系の通販にあるあるの外装ボッコボコでした。まあ中身が無事ならいいんですけどね、ちょっと日本とは感覚が違うみたいですね。内容としては本体と付属品として各種アタッチメントと充電用のケーブルが入っていました。充電はタイプ C のようなので、ここは非常に良い点ですね。これはテムで951円で購入したんですが、全く同じものがテムでおおむね1000円から1500円前後で売られていることが多かったです。Amazon でも探してみたんですが、こちらは2500円ぐらいで売られていたので、価格に関しては結構ばらつきがあるようですね。おそらくどこかが制作したものを各ショップが仕入れて販売しているんだと思います。Amazon ではちょっと高い傾向にありましたが、それでもマッサージガンとしてはほぼ最安クラスの商品かと思います。それではまず外観から見ていきたいと思います。本体は無処理のプラスチックそのままって感じで、めちゃくちゃ安っぽいですね。金色のメッキパーツもパッと見でプラスチックとわかる100均レベルのメッキですかね。まあ実際安いのでこの辺は気にしてはダメかと思います。グリップに関してはかなり太いですね。おそらくここにバッテリーが入ってるんだと思うんですが、私の手でも持ちにくいので、女性とかだと結構使いにくいんじゃないかなと思います。ただこの無塗装のプラスチックそのまま、若干ですけどこうなんていうんですかね、こうギザギザじゃないですけどザラザラしてる感じって言ったらいいですかね。なので持ってて滑るっていう感じはないですね。重量については、今ついてるこのボール状のもの以外正直微妙だったので、なかったことにして、このアタッチメントも含めて 456g でした。結構ずっしり重たく感じますね。だいたい 500ml のペットボトルと同じぐらいって考えれば、なんとなく想像がつくかと思います。グリップ結構ね、太さもあるので、ちょっとこの辺は持ちにくいし使いにくいかなっていうのが正直な感想でした。次は機能面についてです。後ろの電源マークを長押しすると起動します。強さは6段階で、アタッチメントが前後に動作します。あとは先端を押し付けると振動モードになります。アタッチメントの交換自体は非常に簡単で、単純に引っこ抜けば交換できます。で、動作音に関してなんですけども、まあ、レベル1から6そんなに変わらなかったんですけど、おおむねこの叩くモードって言ったらいいですかね、前後するモードでは 60dB 前後、振動モードでは 80dB 弱ぐらいでしたかね。まあそれほどうるさいというわけではありませんが、さすがにオフィスや図書館のような静かな環境では使えないかと思います。家で使ってる分には家族に迷惑がかかるほどの音量ではなかったですね。連続稼働時間に関しては使い方にもよるとは思うんですが、おおむね2時間ぐらいは使いました。充電はスマホ用の充電器を使って3時間ぐらいで満タンになっていました。それでは実際に使用したレビューになります。まず6段階の調整についてなんですが、個人的に1から5かなり弱いので使いませんでした。6に関してはまずまず効果がありそうな強さでした。振動モードは逆に強すぎて結構痛かったので、筋肉を痛めてしまう恐れがあるかなというのが使ってみた感想です。で、この機械なんですけども、説明だったかな、このショップの説明に筋膜リリースを歌ってるんですよね。で、筋膜リリース、まあ筋膜リリースの是非に関しては今回は置いておいて、結構昔にね流行ってたんで聞いたことがあるっていう人も多いんじゃないでしょうか。すごく簡単に言うと、筋肉は周りを筋膜という膜で包まれていて、その膜の中で筋肉が滑るように動くことで筋肉が働くというふうに言われています。イメージとしてはカニカマを想像してもらうといいかと思います。カニカマの身の部分と周りのフィルムっていう感じですね。で、その膜と筋肉が何かしらの理由で機能不全を起こして、それがだるさや痛みを生じる原因としてよく取り上げられていたかと思います。で、その膜と筋肉を剥がしてしまおうというのが筋膜リリースになります。実際の試技としては筋肉に少し圧迫を加えて振動させるように動かすというものになるんですけども、この機械で筋膜リリースしようとして振動モードにすると、ちょっとね圧が強すぎるんじゃないかなと思います。だから筋膜リリース自体もちゃんとするには程よい力加減で筋膜を捉えて動かさないといけないっていう、ちょっとね難しい主義なんですよね。で、これ振動モードにするには先端をね押し込まないといけないんですけど、これだとねかなり筋肉潰しちゃうので、どれぐらいリリースできるのかなっていうのは、まあちょっと微妙なところですね。まあ私自身そこまで筋膜リリースを深く学んだわけではないので、まああくまでね、こうちょっと聞きかじった程度の筋膜リリースの、まあ、知識というかね、技術レベルにはなるんですけども、ちょっとね微妙かなと思います。で、逆に振動で血行を良くするのはどうかというと、これは振動が強すぎちゃってですね、あとはボールって言ったんですかね、この先端もちょっとちっちゃいんですよね。
なのでかなり痛みが先行してきてしまうので、もう少し振動が弱いか先端のボールがもうちょっと大きければよかったかなと思います。ではですね、実際にこれ購入してですね1週間使ってみたんですけども、どんな風に使っていたのかっていうのをですね説明したいと思います。まず最初に試したのが首周りでした。私もねかなりストレートネックがあるので、首周りのねマッサージに使えたら嬉しいなと思って買ったんですけど、これはね全然ダメですね。頭がガシ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 揺られてかなりねクラクラしてしまったので、そうちょっとねこれ犬のおもちゃでねこう見ていきたいと思うんですけども、こんな感じになりました。ちょっとねなしですね。叩きモード振動モード両方試してみたんですけど、首への使用は絶対的におすすめできないかなと思います。はい、次はですね肩周りですね。これは比較的良かったですね。特に肩の真上側にある僧帽筋、あとはですね大円筋小円筋といった肩を支える筋肉、肩甲下筋はちょっとね当たるかどうか分かんないんですけど、そう肩をですね安定させる筋肉も、結構ねいい感じで使うことができました。で僧帽筋は首から肩につながる筋肉で、これがね硬くなるともうねザ肩こりって感じになりますね。なのでこれはですねもう首から肩の方へ真上から垂直に当ててこう流れていくようにやると、結構ねいいんじゃないかと思います。あとはですね大円筋小円筋、腕と肩甲骨をつなげる筋肉でしっかりですねこの連結を作るっていうのが主な機能になりますので、これが機能不全になってくると腕の動きをですね肩甲骨でうまく受け止められなくなって他の筋肉に負担がかかってしまうというふうに、言われていることが多いかと思います。これなかなかピンポイントで当てるの難しいと思うので、簡単な当て方、これでダイレクトに当たるかと言われるとちょっと微妙なとこもあるんですけど、手をですね反対側の肩に乗せて真下から脇の下に当てていくと、比較的ねこう当てやすいんじゃないかと思います。あとですねふっくらはぎ、これも振動モードでは強すぎて結構激痛を発してしまったので、叩きモードでやったんですけど、これはね十分いいマッサージがねできたかと思います。でふくらはぎは内側と外側、真後ろそれぞれですね3等分してそれの真ん中をマッサージするっていう風にやっていくと、割といい位置に当たるんじゃないかと思います。あとですね意外に良かったのが腕なんですよね。これ手のひらを上にした時の外側、手をですねギュッと握ると硬くなる筋肉があるかと思うんですけども、ここに当てると腕のねかなりこう疲れというかね血行が良くなる感じがしたので、個人的にはですねこの使い方もかなりおすすめでした。はい、それですね簡単にですがテムで激安で買ったマッサージガンのレビューになります。それじゃあですねこのマッサージガン、少しですねまとめていきたいと思います。前回と同じく価格、マッサージ効果、使いやすさ、それぞれですね5段階で評価していきたいと思います。まず価格、これはもうね星5でしょう。実売大体1000円前後で買えるので、これであればね最悪使い物にならなかったとしても、躊躇なく捨てられるかと思います。はい、次にマッサージ効果ですね。これは星4ですね。ちょっと迷ったんですよね。効果は確かにあるんですよ。ただ強すぎるっていうのが問題なので、効果がね決してないわけではないので、一応星4にしときたいと思います。はい、で最後に使いやすさですけど、これはねちょっと星2かなと思います。さっきからも言ってる通りですね、こう振動モードは強すぎるんですよね。かなり痛いんですよ。で叩きモードはある程度強さ的にはいいんですけど、やっぱりねこう当てる場所をちょっと選ぶというか、なかなかこの本体のね持ちにくさも相まって当てるのがねちょっと難しいなっていう感じがしたのプラス、あとね本体がね本当重たいんですよね。なのでこれでマッサージをしていると反対側のねこう持ってる方の手のね肩が凝っちゃいそうな感じがしたので、使いやすさに関しては星2とさせてもらいました。でそれらを踏まえての総合評価なんですけども、これはですね星3ですね。この商品に関しては試してみる価値ありっていったぐらいかなと思います。やっぱり高級品に比べると設定の粗さというか作りの粗さっていうのは結構目についちゃうんですよね。ただとりあえずマッサージガンってどんなのなんだろうということで試してみたいという方は、買うのもありかと思います。ただもうマッサージガンを使ったことがあって欲しいっていう方であれば、やっぱりこの価格帯じゃなくてもうちょっとね高いものを買った方がいいんじゃないかと思いました。はい、それですね今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。